砲って何かの見間違いでは？カモメとか光っていたならドローンとか、そういった可能性も。鶏を連れ去るドローンなんてないでしょ。私はっきり見たんです。あれは絶対にキャトルミューティレーションよ。キャトルって、そんな大げさな、映画の見過ぎでは。なになに、何の騒ぎ？あ、カレンじゃん。警察の世話になるようなことしたんか？私は何もしてないわ。昨日の夜 UFO が出て、外で飼ってるうちの鶏を連れ去っていったの。だから警察に何とかしてもらおうと思って。おいおい、 UFO ってお前マジか？つか、キャトルミューティレーションって家畜が変死した状態のことだろ。連れてかれただけならそれはアブダクションって言うんじゃないの？ SF ネタやりたいならちゃんと調べておけよ。言い方なんかこの際どうだっていいの。ネタでもないし本当のことなんだから。っていうか、あなたたち全然信じてないでしょ。おまわりさん、お願いです。鶏のベッキーちゃんを連れて行った悪い UFO を探し出して捕まえてください。まあ、鶏は盗難届という形なら受理できるので、そこまで言うなら署に行って書いてください。ただ UFO を捕まえるっていうのはちょっとね。いっそ SF マニアの人に聞いた方が。何よそれ、結局誰も信じてくれてないじゃない。もういいです、自分で何とかしますから。なんだあいつ、勝手に切れて行っちまったよ。てか、お前信じる UFO の話？寝ぼけてただけなんじゃねえの。鶏もただ単に逃げただけとか、そんなオチだろ。まあそんなもんだよな。ったく、人騒がせなやつだぜ。
ひどい目にあったのじゃ。シャバの空気は美味しいのじゃ。おじいさん、最近の老人ホームは空飛ぶんですか？おじいさんっていうか、あれは沖田博士。あ、おお、おもじゃこじゃないか。こんなところで会うとは奇遇じゃの。春日さん、この宇宙人とお知り合いなんですか？まあな、いや、宇宙人じゃなくて、っていうか、沖田博士がここにいるってことは。これよく見たらお掃除丸じゃねえか。惜しいな、これはただのお掃除丸ではない。こいつの名前はお掃除丸フライベータマックス。お掃除丸フライベータマックス。お掃除丸をさらに改良して作った、まさに最終進化系と呼べる代物じゃ。今までのお掃除丸シリーズはそれぞれのモデルで性能の違いこそあれ、結局地べたを這いつくばって近くのゴミを吸うことしかできなかった。だがこのお掃除丸フライベータマックスは違う。なんと空が飛べるのじゃ。その機能本当にいるのか。本当にいるのかは技術開発者を一番傷つける言葉じゃず。まあいい、いいかもじゃこ、よく考えてみろ。空を飛んで上空からゴミを見つけて吸い取ることができれば、例えば地続きになっていないような地域のゴミも掃除できるとは思わんか。なあ、確かに。それに上空から見れば
地上を巡るよりも効率よくゴミを発見することができる。空を飛びゴミを発見したらゴミだけ吸う。そんな飛行型の掃除機がたくさん世の中を回れば、最も効果的に地球をきれいにできるとわしは考えたんじゃ。そして生み出したのがこの飛行型掃除機、お掃除丸フライベータマックスなのじゃ。理想と発想は素晴らしいんだが、なんだか嫌な予感がするな。あのうちの鶏を返してください。その UFO に取り込まれたんです。あ、鶏？ああ、この子が飼ってた鶏がこいつに吸い込まれちまったみたいでな。返してやってくれねえか。おい、そういえば確かにお掃除丸の中にこの前から見慣れない鶏がおったな。しかし変じゃの、鶏はもちろん生き物は吸い込まないようにプログラミングしたつもりなんじゃが。本当かよ。当たり前じゃろ。ゴミとゴミじゃないものをしっかり仕分けできず何でも吸い込んじまったら、もはや掃除機じゃなくて兵器じゃよ。どれ、ちょっと動いてるかテストしてみるかな。ポチッとな。お掃除丸よ、ゴミを吸い取るのじゃ。ゴミ、ゴミを発見、回収します。ん？おお、やっぱり。助けてくれ、おじゃこ。どうやらお掃除丸のやつ、わしをゴミだと判断したようじゃ。もしやこいつ、わしが酔って自暴自棄になった時に、所詮世の中すべてゴミと叫んだことを鵜呑みにしてしまったのか。兵器への一歩踏み出させたのはあんたのせいじゃねえか。そう、とにかく助けてくれ。落下しても壊れないように戦車と同じ特殊装甲にしたので、倒すのは大変じゃと思うがね。相変わらず余計なことしてくれるぜ。春日さん、危ないからカレンちゃんは下がったな。なんとかしてあいつを止めて鶏と博士を助けるからよ。よろしくお願いします。まずい、お掃除丸の興味がモジャコに向いてしまった。気をつけるじゃ、モジャコ。くそ、やるしかねえか。空からついに雪が降る。調子出てきたぞ。いい感じ。いや、やっと止まった。感謝なのじゃ。レッキー、よかった、無事だったのね。やれやれ、ひどい目にあったぜ。なんかよくわからんおっさんがいっぱい出てきてるぞ。いつの間にか結構な人数のおっさんを
ゴミと間違えて吸い取ってしまっていたようじゃな。危ないところじゃった。まったく、志が高いのはいいけどよ、技術者ならちゃんと動作チェックはしないとダメだぜ。どんなに期待された対策ゲームでもバグだらけだと評価されないことが多いだろう。それと同じだと思うぜ。まずは動作第一だ。耳の痛い話じゃが、その通りじゃ。また助けられてしまったの。これはお礼じゃ。受け取っておくれ。これでイカれた SF オタクだと思われることもなくなるな。はい、よかったです。やっぱり UFO なんていないですよね。UFO も宇宙人も非科学的じゃからな。もし今後また UFO みたいなものを見たとしたら、それは多分またわしの試作品じゃろう。おいおい、もう勘弁してくれよな。科学とは失敗を重ねて進化するものなのじゃよ。